乃木坂46、与田祐希主演のキドラ24、量産型リコもう一人のプラモ女子の人生組み立て機、深夜0時30分から1時ほか、テレビ東京系ほか、の第7話が8月10日深夜に放送された。ある日、定例会議で社長交代の提案を持ちかけてきた浅井、前田旺志郎。そこでリコ、与田は社長の座をかけて決闘を行うのだが、ネット上では与田の本気の演技が話題に。X、旧ツイッターでは、シャープ量産型リコが初回から7話連続でトレンド入りを果たした。以下、ネタバレを含みます。量産型リコもう一人のプラモ女子の人生組み立て機とは、同作は、2022年7月期に放送された、量産型リコ、プラモ女子の人生組み立て機の世界とは別の、もう一つの世界、を生きる主人公の成長を描いたホビーヒューマンドラマ、周りとは違う、と思って走ってきた若者たちが、人生のオリジナリティに葛藤し、プラモデルをきっかけに大人へと組み立っていく姿を描く。バル、スタートアップ企業、ドリームクレイジー、以下、ゾリクレの社長、小向井リコ、イカリコ、役の与田のほか、リコの大学の同級生で、ゾリクレ、共同創業者の高木真嗣役に望月歩、同じく浅井祐希役に前田旺志郎、ゾリクレのライバル会社、パーフェクトビーンズの社長、中野京子役に藤井カレン、スタートアップ企業支援プロジェクト、ドッグランの代表、犬塚照役にマギー、犬塚の秘書、木地村仁役に森下義行が配役され、出演作と同姓同名の全く異なる役柄で登場。バル、そして、前作の世界と唯一共通の存在となるプラモデル店、矢島模型店、を営む店主、やっさん、こと矢島一役に田中かなめじが続投。また、新キャストとして、ドリクレに新たに加入するメンバーとなる後田浩一郎役の八柴俊博、熊本由美役の市川由衣、矢島模型店のアルバイト青役の石田優香、パーフェクトビーンズの一員、春役の天川レミが登場し、量産型リコ、ワールドをより一層盛り上げる。真剣にプラモデル作りに励む与田の姿に絶賛の声。ドリクレのサービス、残るな、の発表会を行ったことで、多くのメディアから、フードロスビジネスで最年少ユニコーン企業を目指す社長、として注目を集めたリコ。そんなリコに対して、共同創業者である浅井は徐々に嫉妬心を抱き始める。そして浅井が社長交代の提案を持ちかけてきたことをきっかけに、リコは浅井とじゃんけんで、どちらが社長になるか、を決めることに。そんな中二人は決闘を行う前に、おなじみの、矢島模型店、で一緒にプラモデル作りに奮闘する。バル、その際、浅井よりもプラモデル作りの経験を踏んでいるリコは、浅井、大雑把だから二度切りして、今回は塗装からちゃんと教える、などと浅井にプラモデル作りのノウハウをレクチャー。その後も、同じ場所を一気に塗るんじゃなくて、薄く何度も重ねる、プラモデルは組み立て前が勝負なの、と、浅井に極意を伝えていく。真剣な表情でプラモデルと向き合う与田の演技に対して、SNS 上では、本気でプラモデル作りに励む与田ちゃんの演技が最高、塗装を浅井にレクチャーする姿がすごくたくましくて、真剣な眼差しに惚れた、などの絶賛コメントが寄せられていた。リコの熱意が伝わる与田の本気の演技が話題。プラモデル作りを進行する中で、リコが、決闘への意気込みを語るシーンも注目を集めた。浅井が、なんでじゃんけんに乗ったんだよ、目立てていいだろ。ユニコーン企業を目指す女社長って、と尋ねると、リコは、よくないよ。だって私目立ちたくないもん、出る杭は打たれるんだよ、打たれたくないよ、痛いし、などと返答する。さらに、私全然偉くないもん、と後ろ向きな発言をするリコだったが、でもじゃんけんには負けたくない。勝負には絶対勝ちたい、と告げる。その後も、浅井に向かって、明日は負けないよ、と宣戦布告していた。勝負ごとに対して熱い思いを語る与田の演技には、勝負には絶対勝ちたい、っていうセリフがそこまことに迫っていて、リコの熱い思いが伝わってきた、リコの本気を伝える与田ちゃんの演技。めちゃくちゃ良かった、前作よりも演技力が格段に上がってる気がする、といったコメントが続出。
堂々とした態度で見事に、リコの芯を感じさせるシーンを演じ切ったヨダに、視聴者からは称賛の声が寄せられている。結局、社長の座をかけたじゃんけんではリコが浅井に勝利。浅井も素直に負けを認め、リコを全力でサポートしていくことを決めるのだった。